どうも、岡田です。今日もですね、ドライブ雑談やっていきたいと思います。今朝のね、あの動画スニーカーで、どれだけ持ってるかっていうね、改めてね、まだね、ちょっと欲しいのあるんですけど、少しずつね、1月はね、結構続けてね、2足とか買っちゃってるので、ちょっと様子を見ながら、買っていけたらなと思ってますが、今年なんかトータル的に、10足近く買いそうな気がするんですけども、これからまた増えていくでしょうということでですね、ナイキとかもそうだし、コンバースのオールスター、オールスターのね、ちょっといいやつもね、いいですよっておすすめもしていただいてたりするし、ね、いろいろなスニーカーがちょっとたくさん最近出てるじゃないですか。で、ナイキのスニーカーズのアプリとかでもいろいろね、見てたら、かっこいいなという思うのもたくさんあるので、そのあたりをですね、チェックしていけたらいいかなとは思っておりますね。それから、あと、洋服も、またね、続けて買ってるんですよ。続けて買ってるってもそんな数は買ってないんですけども、続けて動画の方を多分アップさせていただこうと思っております。で、先週はね、全然時間がなかったので、もうちょっとこうね、来てみたいよとかいう動画撮りたかったんですけど、なかなか撮られなかったので、今週はですね、ちょっと思いっきり撮りたい動画をですね、いろいろ残していこうかなと思っております。なんでもね、自分がやりたいことをやればいいんじゃないかなってもう本当ね、つくづく思うようになりましてですね、昔のことは昔のこと、今のことは今のこと、未来のことはわかんないから今のことをね、どんどん楽しくやっていけば未来も何か残るんじゃないかなというふうに、考えでございますので、39歳、これからじゃないですか。年なんて正直関係ないと僕は思っておりますので、そんなね、このことを気にしてたら何もできないなっていうふうにね、思うような感じでですね、つくづく最近考えるなっていうことがね、考えてはいないんですけどね、思うなということがね、多々ございますのでですね、そんな感じでですね、靴もファッションもね、車もそうだしですね、どんどん楽しみを見つけてですね、シェア、何でもしていこうと思います。やっぱりね、シェアすることによってね、どんどん輪が大きくなっていくじゃないですか。良きも悪きもどんどん輪が大きくなっていって、そしたらですね、僕がまだ知らないところのね、世界がね、YouTube 始めて2年前、もうちょっとでね、丸2年経って3年目なんですけども、何も知らなかったことからどんどん大きくなってですね、こういう風にですね、以前から僕のことを知ってる人もね、見ていただいてるっていうことでですね、で、会いに来てくれた人ももちろんいるし、昔の知り合いですよね。でもそういった形も含めて嬉しいなって普通に思いますね。僕もね、そんなね、今の性格かなり柔らかいんですけど、以前はね、かなりきつかったので、でもね、昔のこと言ってもしょうがないなと思ってですね。でも今が良ければいいし、ちゃんとね、楽しみを見つけることによって、この性格っていうのはね、変えられないなと、前の動画、どっかの動画でも言ったと思うんですけど、性格はそんなに変えられることないと思うんですけど、考え方で性格が少し変化するような人たち、考え方は一つで余裕が持てる。余裕をね、やっぱり持っていかないと、年も年ですからですね、ちょっとみっともないなっていうところもやっぱあると思いますので、何でもね、余裕を持ってですね、なんか余裕があるんだね、みたいな感じですね、した方が、でも自分自身実際それをやってみて、全く今まで僕余裕がなかったような人生を送って、全く余裕がなかったような人生をね、ずっと過ごしてきたので、それやっぱりもったいないなっていうふうに思って、今ね、ちょっとね、気持ち、心に余裕を持つことによってですね、楽しいですよね。やっぱ余裕がやっぱあった方がいい。ちょっと一息ついて、先週ね、余裕があったっちゃ余裕があったんですけど、自分が、思い通りにしようと思ったら思い通りになるじゃないですか。だから思い通りにしようとはやっぱ思わなくなったし、でもね、やっぱり若い時はね、人生論みたいな感じになっちゃって、若い時はやっぱ思い通りにしたいなと思って思い通りにいかないから、勝手に一人で怒ってたりとか、ね、いっぱいあったんで、僕はどちらかというと余裕がなかったんでしょうね。今余裕がね、持ててね、いいんじゃないかなと思っております。やっぱりね、気持ちに余裕が思ったらね、何するにしてもですね、結構楽しいことがですね、たくさん、
事実増えてきているので、そのあたりをですね、まあ、全体的に考えてですね、良かったなと思っております。で、それから、2月はですね、もう1週間2週間今何日だ、日付がわからない。日付をね、あんまりね確認しないんですよ。なんかちょっと時間に縛られちゃってる気がして、あんまり確認しないようにしてるんですけど、多分20何日とかだと思うんですけど、多分来週10日2週間ぐらい先にはですね、大阪ですね、相当何年ぶりっていうぐらいの大阪なんですけども、そのあたりも楽しみつつですね、新幹線なんかどれぐらい乗ってないかな、飛行機この前沖縄行った時乗ったじゃないですか、飛行機新幹線。いやね、僕ね、大阪でね、一番心配なのは、まあ、みんなと一緒に、奥さんの友達も一緒に行って、それから、自由行動なんですよ。もうね、いろんなとこちょっと行ってみたいなとか思って、ただね、僕、電車乗れないってわけじゃなくて、あんまり乗らないから、乗り方がわからないと、切符買えるかなみたいな感じなんですけど、何かいい方法あるんでしょうか。ね、そこがね、ちょっとね、ちょっと心配だけど、まあでもスマホあればなんとかなるかなとか思ってですね。まあ、そのあたりかなと思いますね。まあ、でもいろいろね、1泊2日ちょっと短いんですけど、いろいろな体験とかね、まあ普段見ないことも多分見られると思いますので、そのあたりがですね、こう、まあね、何かの刺激になればいいんじゃないかなとか思ってですね、いるわけですよ。やっぱりね、こう、まあ旅というのはですね、こうなんていうかな、やっぱ刺激があった方が楽しいかな。あとはやっぱりね、旅、まあ、いろんな旅の方法あるじゃないですか。やっぱりリラックスした旅もあるし、刺激がある旅だとか、こう、いろんなところに行ってみたいだとか、ゆっくりしたいとか、いろんなね、いろんなね、考え方があると思うんですけども、一泊二日より、やっぱり二泊、三泊した方が、何かね、こう、もっとゆっくりできるんじゃないかなと思っているんですけど、まあ、今の状況ね、仕方ないかなとか思ってですね、まあ、その辺もですね、ちょっとしたこと、1時間でも5分でもね、自分のね、好きなことだとか、好きなこと考えてね、楽しみをね、増やしていけばですね、まあ、またね、変わったことが、多分、身の回りに起きるはずでございます。身の回り。でもね、人たるものですね、人たるものというか、僕はね、やっぱりね、今までのね、生き方を失敗してきておりますので、余裕を持ってね、豪快にですね、行ってですね、胸を張ってですね、笑っておきゃなんとかなるみたいな感じでですね、これからもですね、楽しみを見つけて、まあ、言ってもまだ僕の場合、まだ39歳と思ってますから、まだ、だって言っても、まあ、折り返し地点とは言っているんですけども、まあ、あと40年ぐらい、まだまだね、考えたらありますのでですね、何もしなかったら40年とかあっという間な感じかもしれないんですけど、やっぱ毎日ね、新しいこと考えたら1日が長く感じられるじゃないですか。それをね、繰り返していったら、絶対的にね、いいことを繰り返してマイナスなことはしないっていう風にね、僕はもう決めましたので、人生失敗してますから人生失敗してますから、マイナスなことはね、しないって決めたので、ね、ただね、ほんとプラスなことね、してったらね、なんかいいことがたくさんあってですね、今後もですね、眩しい、ここいつも眩しいんですよね。今後もですね、自分なりにいろんな楽しみを見つけてですね、やっていこうじゃないかと思っておりますという形で、あそこ空いてないかな、今日ここでいっか、まあ、そんな感じでですね、今日はですね、天気がいいんですよね。ただね、風が冷たい。ダウンね、着ようかどっかなと、あんま最近あんまりね、着てないんで、あ、着ようと思って着てきちゃいました。ちょっとなんか、ちょっとね、暑いです。運転してたらやっぱ車の中で暑くなるじゃないですか。ちょっと暑い感じがしますね。これで OK でしょ。なるべく端に止めたいなとは思います。ちゃんと車止めのちょっと手前ぐらい、これぐらいかな。はい、ということでね、無事着きました。まあね、これからもですね、明日ね、またね、ちょっと休みなので、まあ奥さんと一緒に、まあ旅ってわけじゃないですけど、少しね、最近ね、あんまり遠くに行けてないので、少しちょっと遠くに行ってみたいなとか思ってますし、あとはまあでも少し遠くが自然なのかドライブなのかショッピングなのかで、ちょっとまだね迷っているんですけども、そのあたりもですね、こう考えてるうちが楽しい。何でもね、いい方向、楽しい方向にね、まあ何でもね、笑顔で楽しくやっていこうと思います。まあそんな感じで終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。岡田剛でした。ではまた見てください。
なんかね、いろんな本音がね、話してね、よかったです。